はい、皆さんこんにちは、 JPC チャンネルです。今日はですね、子どもの教育について一人で語っていこうかなと思います。どうぞお付き合いよろしくお願いします。まあ、私がこの JPC スポーツ教室を創業した一つの理由として、まあ今4児の父親なんですけど、技術とか運動能力の向上じゃなくて、一番は本当にコミュニケーション、今の子どもたちのこうコミュニケーション能力だったりとか、このメンタリティだったりとかを育てる場所って、まあもちろん学校はそういう場所なんですけど、学校って同じ友達がずっと1年間同じ学級で過ごすわけなので、やっぱマンネリ化してくるんですよね。我々が小学校の時に学校から帰って、ランドセルでほっぽり投げてね、公園行った時にお兄ちゃんお姉ちゃんとか、弟妹みたいな子たちがいっぱいいるわけですよね。そういう子たちを自分たちでこう巻き込んで、自分たちでルールを作って、で自分たちで楽しむっていうことが自然とできてた。それが、まあ、今私がねこう経営者になって同じようなその延長線をやってるわけですよ。私が経営者として頭がいい子よりコミュニケーションが取れる子の方が活躍してくれるイメージがやっぱ強いんですよね。で今の時代って本当に大企業に勤めればもう安泰だろうとかっていうのがもう全くなくて、40歳で立場が危うい状況になる可能性だってこれから十分あるんですね。やっぱりそれよりは自分で学んで自分で行動できる子っていうのが本当に求められる時代になってきたなっていうのは本当痛感します。なので私も4人の子供に対していい大学行きなさいとかいい高校行きなさいっていうことは全く言わないです。小さい頃小学生っていうのはもうたくさん遊んだ方がいい、たくさん知らない子たちと溶け込んだ方がいい、学校終わったら宿題やりなさいっていうよりは友達と遊んできなさい、どんどん遊んだらいいっていうことをもう毎日のように言ってます。子供っていうのはやっぱり遊びが仕事なんですよ。それで人と人とのコミュニケーション能力をここで一番養うということをやっぱりすごい感じて、この JPC スポーツ教室っていうのを立ち上げました。まあ何が言いたかって言ったら、子供が本当にやりたいことをやらせてあげるっていうのが親としての役割かなっていうふうには感じます。もちろん親のね教育方法だったりとかってあるかもしれないんですけど、じゃあ大学行った後親がその後も仕事の面でアドバイスくれるかって言ったら、やっぱりそこまでなんですよね。でも一番大事なのって大学出た後なんですよ。学習塾行けば答案用紙があって100点取ればすごい優秀なんですけど、じゃあ社会に出た時に100点ってなんだろうって考えた時に、やっぱり自分が楽しんで本当に仕事ができてるかどうかっていうのもやっぱ大事になってくるかなって思います。仕事を楽しむためにはまず自分自身が人生を楽しめなければいけないなと。それっていつ養うのって言ったら、やっぱり小学校4年生ぐらいまでで人間の感性ってほぼ決まってくるかなと思います。5年生になるともう大人なんですよね。じゃあいつ習わせるのって言ったら、やっぱり一番理想なのは保育園年中さん年長さんぐらいから、他の園だったりとか小学生のお兄ちゃんだったりとか、そういう場のところでこうパーンと環境にこう投げてあげると、子供は勝手に順応してお兄ちゃんお姉ちゃんと友達になったりとか、逆にお兄ちゃんお姉ちゃんにはすごい強く全力でいけますから。で逆に下の子たちに関しては全力でいかないんですよね。この加減ってやっぱりただ教えてはできなくて、自分でちゃんと学ぶ。やっぱり幼少期の子って大人がいい景色ばっかり見せすぎなんですよね。例えばもうやんちゃな子がいたらあの子とは付き合っちゃダメとか、いやでも社会人になったらいろんな考え方の人がいますから、それは自分でちゃんと、あこの人はこういう人間なんだって住み分けができないとそこに染まっちゃう可能性すらあるわけですよね。だからやっぱり集団で十人十色、その中で感性を磨かせるっていうことはすごい大事だなと。だからこそ JPC 通ってくださいっていうわけではないんですが、小学校4年生以下のねお子さんを持つ保護者の皆様、まあ、この動画を見てね、あうちの子確かになんか塾しか習わせなかったなとか、本当に自分の子供がやりたいことって自分の親として理解してなかったなっていう方がもし見えたらね、やっぱりお子さんに対してもっと向き合ってあげていただきたいかなと思います。子供が何が好きなのか何が嫌いなのか、嫌いなことをずっとやってったらそれは本当にいいのかどうかっていうのは、やっぱりそれは親が取捨選択してあげるべきかなというふうには思います。でやっぱ子供っていうのはね、笑顔が一番子供にとって似合ってる表情だと思います。考えて悩むっていうのも大事なんですけど、
そういった表情をより多く見せてあげることが子どもの心だったりコミュニケーション能力の向上につながってくるかなと思います。なんかいつもと一風変わった動画になりましたけど、親としてこういう発信する機会ってあんまなかったので、小さなお子さんを持つ保護者の方にね、私なりのね考え方を今日は述べさせていただきました。皆さんにとってね一つでも参考になればと思います。じゃあ今日はこんなところでありがとうございました。